私が、まあ、いつもデザインするときに考えていることは、何か一つ、人を引きつける要素をデザインに取り入れるということです。フリッツ・アンセンの新しいアイコンになる魅力的な椅子をどうデザインするか、私は人の感覚にその答えを求めました。When you look at the chair, you can see that it's clearly different from any other Fritz Hansen chair. Hiromichi Kono has succeeded totally in making a totally new kind of chair. この椅子のインスピレーションは、ある一つの疑問から生まれました。それは鳥の巣です。鳥の巣は卵を温めるのにも、ひな鳥を育てるのにも完璧な形をしています。なぜ鳥がこのような美しくて機能的な形を生み出すことができるのか、私はこの鳥の巣のような椅子をデザイン、鳥の巣が作られるように椅子をデザインするためには、その知識に偏ることなく、もう少し感覚的なところにそのデザインの答えを求めました。 Through all these references to nature, the chair has a very natural lookthat we find very appealing and inviting, and we think it's very important that a chair invites you to sit and that it makes you curious. もちろん座り心地もそうですし、座った時にその座り心地の良さを超える何か喜びのようなものを感じられるのがこの椅子だと思っています。それはその椅子を運ぶ時であったり、人の感覚を刺激する美しい形にあると思います。この椅子の一番の特徴は、おそらくこの椅子に開いた穴だと思います。これは使用する状況を想定した上で、手の置き位置を検討した結果生まれました。それは、座った時にこのように掴むこともできますし、椅子を運ぶ時にも掴めるようになっています。この椅子のシェルはプラスチックでできていますが、このデザインを形にできるのはプラスチックしかないと私は思い、最初からプラスチックを提案していました。私が考えるグッドデザインというのは、人々に幸福感を与えたり、豊かさを与えたりするものだと考えています。この椅子の名前は、リンチェアと言います。まずリンとは、凛々しい態度や、姿を表すときに用いられ、この椅子の凛とした姿を表現していると思っています。そして一輪は、咲いた花一つを指す言葉です。この椅子も、洗練された美しさを自信を持って、示す様は、一輪の花そのものだと思っています。I see, of course, a great potential for the chair because I think it's a totally new chair in Fritz Hansen's collection with its own personality and a very fresh and young and very sexy appeal. もちろんホテルやレストランなどそういうパブリックスペースでもとてもふさわしいと思いますが、家庭で使われてもその空間がすごく明るくなりますし、どんなスペースにも合うと思っています。 There are references to some of our classics, and in this way, hopefully, the chair can have a very wide appeal. 私はこの椅子はもう全ての人に使ってもらいたいと思っています。もしこの椅子を眺めている人がいたら、ぜひ座ってくださいって声をかけると思います。